グロスターチーズは伝統的な無殺菌セミハードタイプのチーズで16世紀頃からイングランドのグロスタシャーで作られている。16世紀に一度ほぼ絶滅しかけたグロスター牛の父から作られる。グロスターチーズには無脂肪乳に少量の全乳を混ぜて作るシングルグロスターと全乳のみで作るダブルグロスターの2種類ある。ハロッツのダブルグロスターどちらのタイプも 天然の皮と硬い食感を持つが、シングルグロスターはより砕けやすく、脂肪が少なくて食感が軽い。ダブルグロスターは、シングルグロスターよりも長く熟成され、より強くて良い風味である。また若干硬い。どちらのタイプも、丸い形に成形されるが、ダブルグロスターの方が大きい。伝統的に、ダブルグロスターは、チェダーチーズや、チェシャーチーズにも質が勝さるとされ。 国外にも輸出されるが、シングルグロスターは国内で消費される傾向にある。コッツウルドチーズは上の画像のようにダブルグロスターにチャイブと春、玉ねぎを混ぜて作られる。ハンツマンチーズはダブルグロスターとスティルトンチーズを交互に重ね合わせて作られる。ダブルグロスターは毎春にチーズ転がし祭りで用いられることでも知られる。ありがとうございます。